偽物と入れ替えるとかじゃないんだ。お？すげえリアルな感じ。ジョボ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 っつってるし。は？いや、プロの入り口が。男の欲望診断。お前の携帯かい。はめ込み合成感がすごい。あ、でもちゃんとしてる。気づいた？なんなのこの謎演出。すっぴんなのか？すっぴんには見えないんだけどね。来た。アキラなのか？あ、バスローブじゃない。そのまま寝るの。なんかスリッパ感たまんねえの。アキラ？無事着いたよ。だね。何このこだわりのアンベル。ヒロキさんに助けてもらった。よかった。ヨーコさんが君と話したいそうだ。え？なんだって？ワコス？神エイの女だ。アツコさん。来たよ。ごめんなさいね。このイヤリングと同じ。デジタルとアナログが融合したノイズが出た。どうした？ジャミングシグナル。あいつが出してんのか。何したんだっけあれ。ああ、早く着替えない、一瞬で着替えないと。ナムさんいらっしゃい。ポーザー J みたいな。音量え、何 ABCDE、 なんだ E。 ナイトトラップか。やっぱりスタートポイント。またミニゲーム、久々にミニゲームくんのかこれ。アツコが、うわ、ナイトトラップ感あるなこれ。え、何？ベッドの横に誰か。あ？何？なんか置いた。何これ。しょぼさがたまんねえなこれ。で、地雷ドン。地雷ドーン。殺して地雷。で、やれと。え？ロック。どういうこと？わからない。考えるんだ。よし。セーブいつしたっけ。このゲーム飛ばせねえからさ。結構セーブ大事な。何、マクガイバーバリのやつ。うわー、何それ。それ照明じゃねえの。照明から何かにハッキングすんの。どういう時代なのこれ。やばい、2020年は謎だなこれ。スティーブン・セガールみたいなことになってきたぞ。ファックス送んのこれ。起動、あー来た、ミニゲーム来た。ミニゲーム来たこれ。クソゲー来た。可視化プログラム実行。やべえ、ウィザードリー的な。あ、同じかい。また一緒。ダンジョン出口、招き猫でプラスいいんだよね。鳥、また笑コード入力。とりあえず、だるまがダメ。なんでだるまなんだろう、これ。ユーザーコードの同一のビットを判定。どういうこと？あ、なんか、ちょっとパズル要素なのかな。鳥に、だるまて、わら。うん。ロック解除用のパスワードが検出されますので、
ダンジョン内の鳥居を使ってあなたのユーザーコードと組み合わせてパスワードを完成させる。パスワードが完成するとマップに門が出現。今、ちょっと待てよ。セーブできてねえからな、これ。失礼、ちょっと待って。やってみないとわかんねえんだよな、これ。とりあえず白と黒で、白は反転させる、黒はそのまま。あ、なにこれ？これがゲーム画面だ。おい、なんだよ。はい。あー、あ、すげえ、なにこれ。アナログ感っていうか、なんかよくできてんな。因縁処理されたワイヤーフレーム。これはどこに行けばいいんだ。え、行けないのこれ。あ、因縁処理されてねえのか。だから見えんのか、全部。うわ、これ鳥居が、あ、そういうことか。うわ、めんどくせえ。分かったけど、パズル要素だわ。ちょっと待って、10分あるからな、これな。操作性は意外といい。いや、いらん。必要になってくるのかな。結構難しくね。これ結構むずいぞ。そんなに増えねえんだよ。ただ鳥居は、あの鳥居を全部使えばできるようにできてんのかな。鳥居はあそこにしかなさそうだし、結構めんどくせえぞ。やべえ、こっち、ま、こっち来てる場合じゃねえな。ほんとか。ちょっと待て、ちょっと待って、これはよろしくない方向進んでる。お、つながるか。止まる。あ、これ関係ねえ。こっち結構めんどいぞ、これ。いや、一旦消す。あ、ダメだ。うわー、これ大変だね。どこに何があるか分かんないと。ちょっと待てよ、これちょっと書き出していった方がいいのか、これむしろ。やばい、これはやばい。そんなに簡単じゃないぞ。やばいやばいやばい。操作性も微妙。平行移動とかあれば。真ん中、これで真ん中が出るでしょ。でもそれじゃあダメなんだよ。これで真ん中が出ちゃいけないな。真ん中出ない方がいい。辛い。ちょっと待って、これマジでちょっと、あ、止められない。止められない。さすがにダメか。最初に戻すの大事かもしれないな、これ。最初の状態に戻すのがまず大変だと思います。だるま移動してる？まあ、左の真ん中は、どっけど。ちょっとメモるか。これは大変だぞ。メモるのも大変だぞ。ちょっと待って。
あ、あと真ん中が出りゃいいんだよな、言ったら。これ超難くね？斜めに出るやつ。これ関係、あ、ちょっととりあえず今回メモるか。次、次回に向けて。じゃあ一番左から。で、真ん中ね。横一。和骨です。いらっしゃい。すげえ大変なことになってるわ。か、意外と、あ、簡単か。意外とあれか。そういう法則なの。よし。で、向こう側が今度は7、ここはなんだじゃん、縦か。で、向こう側ってことはこっちになるのか。よし、さあ斜め一回あれを作るか。白の9つを作るか。なんかだるま来てね。だるま来てるんだけど。あ、どっか行った。で、ここがこっちか。これ多分分かれば簡単だと思うんだよ。だるまが嫌だ。こっちの斜め。で、右。縦。ってことは、ダメか。めんどくせえな、意外と。この状態から一発で行くようなものはないか？ちょっと待って、ま、真ん中縦ね。左縦はあるか？あった。それでは皆さん、ご協力ください。で、作りたい形っていうは右の方に出てくるんで。さあ、行こう。この状態から、ちょっと待ってよ。斜め？3分か。ちょっと元に戻していいな、これ。せめて。横は向こう。ちょっと若干めんどくせえか、これ。なんかだるまが横を通り過ぎるけど。ああ、なんだよ。時間減っちゃう、ちょっと。で、斜め。か、これで出せ、あ、あれで、右、ここか。これで真ん中だけ出せるから、これでさっきの向こう側でこれをやればいいのか。さっきの状態を。上だけ出す。ちょっとやめて！上出す、下出す？あれ、できちゃった？で、斜めに消しちゃダメなのか。あ、むずい。ちょっと待って。どうすりゃいいんだ？じゃ、真ん中だけない状態の。これを作ればいけると。真ん中だけ。おう。やべ、もう時間ねえ。いや、待て。それは、あ、できないことはないぞ。ただ、1分でできるかどうかわからん。いやー。
だるまが邪魔。ここに来てだるまが邪魔っていう、すげえなこのバランス。で縦はこっちか、3つ目だ。いや待て、ちょっと待てよ、これ待て意外とむずい。いや待て、これでいいのか。いや待てよ、和国です、力になれそうにないので手に合わせて顎でリズム取りますあ、時間がね、うわセーブポイントいつだこれ、めんどくせえいやこれ時間さえあればってかさ、最初の状態からやれれば分かったんだけど、これ途中これは大変だわ。もう時間的に無理だな。いやこれ一発で行くのはいきなりメモってからやんなきゃダメだな。あのちょっといじったのがミスだったかな全部消すことは可能。これ嘘、え、もう一回やり直せんの、やり直せんのか、ここからやり直せんのか、なんだこれそうなると、真ん中がポイントなんだよな。真ん中がない状態を作る。となると待てよ、まだ始めんな。ん、 IQ テストとかこういうのにいいね。待てよ、分かった気がする。斜めをつけて横を一列で消して、この表現が無理わら。あ、違う、こう斜め、待てよ、これを出してこいつを出して、ちょっと待って、こいつを表示させる。で縦を入れれば真ん中だけ消えた状態になるでしょ。で真ん中だけ横一列を書けば、真ん中、待てよ、いや、待て分かった、斜め出して横出して真ん中が消えた状態になって縦を出せば全部か、はい、かな。もう行こう、ちくし、あ、これ取った、あ、増えた、時間増えた。これを解読するアプリ開発元あ、待て、あ、ここだ、あ、違う、ここじゃない、あ、ここ、こっちじゃない、ここ横一列だ、こっちだ、年変わってる、ほんまや、真ん中だけ出すやつか、だったら簡単じゃね、簡単にしてくれたんかい、なんという。で、いや違う、で、ここで、あ、違う、間違えちゃった、優しい間違ってもうた。で、真ん中だけ消してればいいのか。待てよ。ちょっと待って、また変わっちゃったじゃん、じゃあ。あれ、簡単だよね、これ。あれ待って。簡単だと思ったけど、なんか急に頭が回んなかった。出る、消えるになっちゃうな、これじゃ。じゃあここでも出す、あ、違う、ちょっと待て、どうしよう、おいおい、パス変わっちゃダメだろはあ、この状態だとダメだな。で真ん中を出す、真ん中を出すために縦があるから、あ、真ん中、そっか、で横1を消せばいいのか。ちょ、横列消す、だるまがいるけど関係ない、で一番下を消す、はい、なんだって、
え、今度はなんだ、あそこに、あそこ、あそこに行くのか。おい、時間ねえぞ。なんだよお前、裏切り者。待て、こっちじゃねえ。あ、こっちじゃねえ、遠いじゃねえかお前これ。で、間に合うか。だ、もしかして招き猫取っちゃダメだった。おい、これ間に合わねえぞ。全然間に合わないじゃんこれ。あ、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 これが間に合うか。あー、間に合わない。何してんだお前、また変わっちゃうじゃんかこれ。お前、招き猫関係なくなっちゃうのかな。招き猫さえ取んない、最初に取んなければ。なんだこれ、めんどくせえ。でもこれ良かったよ、やり直しじゃなくて。もっと簡単なんねえかなこれ。分かった分かった。いやもう最初の段階で分かったんだけど、めんどくさかったね最初のやつは。まだ、へえ、今度はなんだい。てかパス、あーは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 ー、はい、ま、めんどくせえな。縦横出しゃいいだけだろ。でここで招き猫取らずに、ちょっと待って、縦は向こうだ。あ、違う、あ、いや向こうだ、向こうの一番奥だ多分。で、横、横は向こうか。招き猫、ここかな。同じか場所。招き猫さえ取ればいけんじゃないのこれ。お、増えた。よっしゃ。地味にめんどくせーっていうか、ここでいいのか。こっちだ、こっち行って、こっち行って。地味に難しかったな、なんかむずいっていうか、別の意味で難しかった。はい。な、だるま入ってたけど、なんだよお前、演出なのそれ。しかもスタートでヘルプ、だるまが先にいるけど、あ、関係あった、ないんかい。ないんかいお前、なんかメモった割にはそんなにいらなかったな。だから服着替えてね、いつの間に。お前さ、焦りを感じなさすぎるんだ。あ、スカート長くなっちゃったじゃん。ダメだよ、アクションが難しくなる。ゲストを出迎えに行こう。ちょっとね、音量がちっちゃい。地雷の件はどうなったの。入り口入っちゃったじゃん。何、あ、びっくりした。撃たなきゃいけないもん。あ、これで二手に分かれるってことか。おう、マジで。てかそれさ、レーザーサイト邪魔じゃねえ。バレるわ。生やしたのかな、この頃。出始めでみたいな。若干違うけど。お、どうすんの。ここでもなんか、スマホみたいなのでハッキングするの。出る。そこの鍵を閉めろ。そこの鍵を閉めちゃう。お前ならできる。出ちゃった。あの映像面白い。ちょっと見切れてる感じ。すごい。CG 感すごい。光ったらダメでしょ。あ、すげえ。どうかしてるぜ。マジか。あんな薄っぺらいのに、そんな破壊力。アツコはこれで気づくのか、学生に。バタバタ走るからな。来たー。とりあえず撃っちゃい、外から。いや、急がない。
おっとおっと、なんかすげえアングルだなこれ迫力のアングル。あそこ撃て、明るい、ちょっと走り方する。あ、ま、来た来た来た、百発百中、強い。アサシンすぎるっていうか、エキスパートすぎる。アツコ、あー、まさかのアツコなら大丈夫なのに。これが罪と罰。わー、撃たれすぎ撃たれすぎ撃たれすぎだ。お母さん、あ、お母さんなの？お母さんなのか、そうか、お母さんです。血がちょっと、そうだよ、何回撃たれんだよマジで、何回よ。そうだよ、だからお前が最初から100発100中すごい、まだ撃ってるぞこんなに撃たれるってすごいなかなかないよ。なんか来たよさらに、もう一人、これがあれかてか、あんなに撃たれちゃったらダメだろ。行け、アツコ、お前なら一発だ。ヒロキが、え、ヒロキ扱い。あ、アツコ、そうね、そう、母だった。アツコ、これ話しちゃダメよ。最近主案の皆さん、お疲れっす。お疲れ。かばって読むよくあるとどめを刺してやれ本当だ。てか血すごいな、普通こんなに血つか、血いかないよな、こういう演出って。血まみれにも程がある。だからアツコは孤児院にいたんだよな。あのテロ犯が、あなたの欲しいものは何？あのね、なんかね、結構でかいでかいあれなの、事件だね。まだディスク2なんだけど、これ、このイヤリング、おと、あなたの命私はまだ死ぬわけにはいかない。考えようか、ここ撃ってもよかったけど、あ、あ、なんか2回やらせてくれたんだけどその地雷が、車をも破壊する地雷が、あんな足元でってバカだなあいつら。しかも2回やらせてくれたんだね。軽いんだよね、火薬がふわって感じ。お母さん 5、6回撃たれたからな、普通あんなに撃たねえよ。1回でいいじゃん。予算回収できたかな。いや、まあでもどんぐらい出荷されたんだろうな。中古でめっちゃ見たからさ、大成功、あの生産数多いかもしれないね。何人殺してきたんだよ、ほんでこれカウントしてよ、死んでるかどうかも。おい、なんだ、ちょっと一回セーブしようぜ、怖いから。このゲームマジ怖いから、なんか話が急に進んでセーブもできねえって。待ってここはシャワーシーンだから、ここもいらん、こんなのすぐできるから。1、2はまあいらん。ひろきのミュージアム街、外か音量怖い。へー、なんかね、昔17年前にあった爆破テロみたいなのに関わってるんだよね、お母さんがね。ほんとだよ、しかもこれたまにセーブさせてくんねえ時なんだこれ日本人体クローン実験、誰がクローンなの、クローン、クローン技術、1997年のゲームだからな。年明け早々大変なストーリー。そうなのよ、
ドリーの話から入った。お？自宅はあるんです。2019年小学6年生用理科の教科書より抜粋って書いてある。羊のドリーが、まあそれはいいわ。まあ待てもうちょっと読みたかったの。総合福祉病院から死体の山、死体の山って誰だよ。どういう髪になってんのそれ。ん？売れてなさそうわら。うん。へえ。ああ、なるほどね。なんかこの人がもしかしたら裏で、そうやってなんか売春のなんかこう芸能界売春じゃないけど、そういうのを斡旋する仕事をしてたみたいな。なんだ、死体は何なんだ。やべ、これどういう順番だこれ。ああ、うふうふう。下が新しいのか。はあ、クローンは何に繋がってくんだよ。アツコとクローン関係あんの。ポリスはって言われても。うん。違法に人体クローンの実験を行ってた。これは誰なんだろう。あの、追ってくるやつなのかな。連続区長殺害事件捜査のため、はい。年明けだと背格好がよく似ていることか。ん？ああ、さっきのやつね。D 地区長から依頼があったと。なんか話がごちゃごちゃな。結構すげえ、なんか話が結構なんつうの、複雑に入り組んできたな。分からなくなってきたな。これが最新か。結構日付経ってんだこれ。中ではもう2日目の夜の。あー、来たー来たー。スクショ2枚目長かったな。左上のやつ死んだやつか。てかもう左上の2人は死んでるけど。さあ来た、最後のディスクです。戻ってきた、皆殺しにして。お母さん、お母さんさすがにダメでしょ。背中から5、6発撃たれたの。死にゲーショーを始めたけど、こんな暗くしなくてもいいじゃん。アキラの歌はかすったんだっけ。謎のこだわり。アツコ何者なんだろう。まあ17年ぶりに再会した母だしな。いや、そうだっけ、記憶ないんだっけ、あんまり。同じイヤリングをしているってことだから、母親のイヤリングを娘に渡したんだよ。でそれがだから片方のイヤリングしかなくて、なんで一つしかないのって。よく見たため。どうしたどうしたどうした。あ、さっきのカードか。じゃあ音量いいわ。でこのカードで俺データ3をは？なんだ、なんで？なんだって？どうやったら？なんだこれ、読みづらい。中江博樹。95年生まれ。クローン指数。こいつもクローンか。クローン指数。死亡2003年には死んでるの。科学者。クローンがみんなおかしくなってるのか、誰かの命令に。あ、こいつもクローンなのか。なんだよこれ。
なんだこのゲーム。クローン指数微妙に低い気がするんだけど。2003年に死んでるね。ってことは17年前のあれで死んでるんだ、ね、あ、そう。17年前がなんかすごいキーポイントになっていると。なんか開くんだけど。170センチあったんだ。58キロ軽い。 IQ153 読みづらいんだよね、後ろがあるから。生産回数に精神障害回数5とか、なんだよこれ。やっぱりあれなのかな、クローンは。ああ増えた。クローンっていうのはダメなのかね。4回これで見れる人はみんな。あいつか、なかなか撃たれても平気だったですか。でかいな。感情性性じゃ、28。なんか来たな。なんでこれ、どういうタイミングで増えんのこれ。28。ええこれだけ。ちょっと待って、なんだこれ。何かが増えていくタイミングがある。オリジナルデータ、こういったのが分けんの。はい、お前見れたんだ最初から。でかいな、この人は。なんかでかい感じだと思う。応用力、へえ。洗脳がうまくいってない人とかがいるってこと。プログラムが、あつこ自身は、あつこ自身はないのか。これは分からん。言ったらもう全部分かっちゃったね。あ、これか。読めちゃった。あんまり別になくてもいい。10年で完成なの。ちょっと鼻がムズムズ。ちょっと待ってね。タコトパスさん、チキンマンさんいらっしゃい。ああよいしょ。虚勢する、反感を虚勢する、市民の反感を虚勢するためには、病院業務だけでやだ。生産業、ほう。支配されることに快感を覚えるように仕向ける何かを。違う。こいつは、こいつも全部あれなんだ、同じところの人ってことだよね。でずいぶん難しい話ばっかすんなこいつら。お前のやつは見たよ。あれまだあった、まだあったってか、すげえいっぱいあんの。はいはい、まあまあまあ、これはね。おっちょちょ。セーブしたよね。
おい、ちょっと待って、セーブしたかどうかも分かんなくなるぐらいちょっと見ちゃったよ。やべえ、セーブしてる、した記憶がない。まずセーブすることにしてるはずなのよ。あ、よかったー、よかったー。ちょっと一旦セーブする、怖いから。怖いわ。時間は55分から結構10分ぐらい経った。あいつか、いた。ハッキングか、めんどくさいな。あ、何もない。なんだこれ。何もないぞ。まだあったか。これパスワードっていうのはな、これはまた後でわかんのかな。さっきなんかポンポン勝手に解除されてたのは何だったんだろう。